か。大丈夫大丈夫。いや楽しいだよ、いいだいいだだよ、わかる、楽しいだ、本当にスペシャルライブだったよね。まあ今日もあるんですけど、たかしまじまた行ったり来たりします。あ、じゃあまた待ってるね。ひなさんには会えた、会いました、ひなたさん、ひなたさんに会いました。けどひなたさん愛のこと覚えてるかちょっと分かんなかったから、あの覚えてますかって覚えてますかって言ったら、覚えてますかって何って言ってた。かわいすぎる、かわいすぎる、かわいすぎる、かわいすぎる。うん、あと写真は、写真撮ってないんだよね。まあ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 、でも今日って日向さん確かになるね。ああいうスペシャルライブだって最初のあゆいるか、大好き。あゆもチュチュチュってひなたのあゆがチューとか可愛いな、よかった、可愛くて、こいつこいつやばいなとか思われそうだと思った。よく寝れた、寝れました。今日いないね、残念。あ、写真撮るの忘れてもね、時間的にね撮れなかったから、待って、喉が変。え、サッカー観戦だったの。お隣にいるの？じゃあ隣から応援してね。あやちゃんめっちゃ元気に踊ってた。そうなの、よく気づいたね。よく気づいたね。今日のハイタッチも一部。今日も来てくれるかい？はて、喉、喉えぐい、喉えぐい。今日も来てくれるかい？あやちゃん、マクーラ、中学生の時のHKTのこと、ブースティーの T で毎回ハート作ってるの可愛すぎた。え、そうなの、なんかし、やばい。待って、喉やばい、まあ、いいか。そうなの、あのね、吉田めいちゃんってこと仲良しになりました。7期生のずっとね、リハの時もなんかの、なんだっけ、あの はける方が一緒だったり、なんか結構の同じ方が多くて、でここなんですかとかって言ってね、話しかけてくれたり、うちも話しかけたりみたいな、話しかけたり話しかけたりみたいな感じでやった。あ、これ絶対コミュ力だ、コミュ力だ、コミュ力高いだ、絶対そうだ。七期のメイメイ、あ、そうそうそう、メイメイ、かわいいメイタン、メイタンタンで、あ、もうね、メイタンタンとね、あの私、あの LINE を交換しました。すごいでしょ、 LINE まで交換する仲になっちゃった。大正解、うっしゃうっしゃ。あの、なんだっけ、もうお友達は、そう、お友達になりました。お友達。
あった友達。チャン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 、はい、君とどこか行きたい、めっちゃ大好き、あゆのあゆのね、心に刺さるねメロディー、すべてが詰まったあの曲の中に、なんかこのスペシャルライブで知った曲とかもあったから、もうねすごく。すごくいい機会でした。まあ今日もあるんだけどね。でね、今日もさ来てよ当日券もあるよ。ね当日券もあるよ。あれ本当にね、これは当日券5000円とかだったよね。本当になんだっけ、 NGT のこの間の 春のコンサートとかはもうちょっともう1万円とかそれぐらいにのだったじゃんけど、今回は5000円なのでもう盛りだくさんだよ。もう行った方は分かると思うけど、あ、今日も撮影タイムあるよ。なんかポンコツ撮影タイムですって言ってたのに、なんかそれがあんま聞き取れなくて分かんなかったって方がたくさんいたみたいで、もう言っとこう、どこでとは言わないけど撮影タイムあるよ。それで撮って動画撮ってたらレッスン送ったりしたいけど、まあ一時的にできるか分かんないけどね。そう、カメラマーク打てたら OK なの。そう OK だし、ハンドして長文メール送ったけど取れた。あ、後で見るね。多分時間的にまだ見れないんだよね。昨日愛のことをうまく捉えてこうか。大丈夫だって。あゆの位置がさ、結構あれなんだよね。それもある。でも今回の撮影タイムはちょっと、なんですよね。伝わったかな。通りに愛ちゃんいた。え、公式なんでしょ。 NGT の公式の愛ちゃんと目が合った気がしました。気がしたじゃなくて目が合ったんだよ。撮影タイムあるの珍しいね。そう、あれじゃない、 NCT 撮影タイム、なんだろう、そのカメコとかじゃなくてみんな撮れる撮影タイム、ツアーとか、ツアーがあったんじゃない。あれはカメ違う、ツアーだよね。ツアーでなんか動画撮ったりできなかったっけ。HKT さんのことだとね、いっぱいねお話もできたし、もう可愛い子たくさん、可愛い子たくさんいて、愛の顔がもっとこうでとか、昨日鏡見ながら愛の顔がもっとこうで、あの顎がもうちょっと短くて、目がバッチリしてて、まつげが長くて、鼻がもうちょっと高くて、鼻筋があって、で、どうだろう、もうちょっと唇いいか、みたいな、なんか自分の顔ね、ダメ出しつけてた。はい、早いのままでいいの、わかった、すみません、わかりました、すみませんかわちーくが一目の前に来たから、つれれそうになって、つれれそうってそっちがつるの全部やん、そう全部、この顎のここの長さはちょっとコンプレックスになりました。母の顔がもうちょっと小さければ
自分可愛いから整形してほしくない。あ、整形、うん、しないしない、大丈夫大丈夫。あ、じゃあいいな、一番可愛い、ありがとう、ごめんね、やだごめんね、ごめん、はい、もうこの話はやめときましょう、やめときましょう。ハリちゃん乗ってる星届いたよ。え、なんだろう、星なんだろう。アイちゃんはゲームコーナーに来ないのかな。え、行ったよ、アユやった。アオちゃんと一緒にあの輪投げアユ行ったんだよ。もうアイの母の方は一人二人来たくらい、多分みんなアイちゃんいないなって言ってどっか行っちゃったんです、その間に。多分一部の配達間に合ったら行くね。え、待ってる待ってるね、配達しよう。あ、日刊スポーツ、あ、届いた、おめでとう、よかった、読んでね、たくちゃん読んでね。あ、その時自分がいなかったのか、そうそう、多分そうだと思う。でもあゆ一部に配達終わるけど、屋台行ったのは結構あんまあれなんだよね、遅いなんだろう、午後とかだったんだよね、お昼過ぎくらい。はいちゃんにはバイト投げしたら、あちゃんの顔で好き、あ、直筆、ええそれしだったの、そうだったの、はいちゃんゲーム関係は苦手そうだね。うん、なんかね、一回あゆやったの、そのちっちゃい一回あゆとおちゃん同じところで一緒に見守り役じゃないけどやってたんだけど、一回じゃあやってみましょうってなって、原さんと新庄さんもやってみましょうってなって、おはいって言ってあゆやったら一個も入ってなかった、気まずい、輪投げ なんでできないの。でもぶっちゃけやるときにめっちゃめっちゃ狙い全然定めないでやってたから、それもあるかも。玉入れ、玉入った、お、入ったよ。あ、玉入れ結構ね頑張った、コツをつかんだんですよ。あの玉入れって結構遠くに投げがちじゃん、そうすると向こう側に行っちゃうから、もうほぼ上に投げると入るんだよ。え、マジで、あゆ見てたね、あゆめっちゃ入ってるから、あゆ見てみあゆ見ててみ、めっちゃ入ってるからね。なんかアンコールの時にあゆってね、あれだね、球をかけてる時の動きかわいすぎて、かわいいって書いてよしされたんだ。玉入れ運動会、そうそう、運動会プチ運動会みたいなのね、ちょっとやったの。ハイアンドローで勝負しよう、え、したいんだよ。あれもね、ハイアンドロー行きたいですって言ったんだけど、スタッフさんの関係でハイアンドローが一番なんだろう、ファンの方と距離が近いやつだから、スタッフさん絶対入んないといけないんだけど、スタッフさんの関係でハイアンドローちょっとなしでってなっちゃって、ってなったんだけど、まあ、今日ハイアンドローできたらやりたいな。よしも楽しかったけど、今日は勝たなきゃね。そうだよ今日は勝たなきゃいけない。小学校の運動会なイメージ、いや、そうそう、本当にそれだよ。玉入れ本当にそう、ピャ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 、あゆも背が高かったら、170cm あったろ、スッって入れれたんだけどな。あれにしてもね、人数があるじゃん。もう、人数がさ、姉ちゃんの隣にいたから、目が回せた。そうなの、レイナさんがピャーンって投げてる時にワン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 してた。レイちゃん今のままがいいや、はい、
すいません、わかりました。パンケーキ屋さん好きだった。パンケーキ屋さん運動会であったの？うちんとこなかったやつ。うちんとこは玉井では、あの幼稚園であったかな。小学校の時玉井であった。なんか綱引きはした覚えがある。え、玉井であったっけ。あったか。あちゃんもうなんか運動会の記憶がなくなってるよ。昨日も楽しすぎたね。楽しすぎたよね。今日も来てくれるかな。今日も来てくれる。今日はあんなことしたりこんなことしたりあんなことしたりあれしたりこれしたりするんだよみんな。ねえ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 、来て来て。あ、っていうか、あゆ、あゆサイリウムの色が赤とピンクじゃん。で、向こうの HKT さんのね、サイリウムが、HKT さんの、滝本くるみ様のね、くるみ様とかちょっとずずし、滝本くるみさんのサイリウムが赤とピンクなんです。こりゃ玉上げたら、もう、周り見渡したら赤とピンクしかなくて、あら、おら、おいの方こんないるはずじゃないしなと思ったら、よく見たらうちわとかね、くるみんちくるみんって書いてあって、あーなるほどって。あちゃのお湯エースですからね。エース、すごい。だから今日はたくもとくるみさんと撮りたいけど、写真けど、さすがにね、先輩とかなんだろう上の方に行くと、上の方に行くとちょっとまだもう写真は撮りたい。写真は撮りたいの。写真は撮りたいけど、いけるよね。あれならいける。やった、いける。あれなんだっけ、いつかサブチェロとハイタッチしたいです。え？それはちょっとマイサブシローとよろしくお願いします。つーちゃん、つーちゃん、つーちゃんの難しい。でもね、いっぱいね、目合わせといたんだ。アンコールの時とかもね、指さしたね、いっぱいなんか目合わせといたんだ。HKT のファンの方、HKT さんのファンの方に。昨日、ハイちゃんのハイタッチ楽しかったね。よよ、じゃあ今日も待ってるよ。今日も一部朝早くからなんです。待って、今何時何分だ。18分。はあちゃん、同じペナントからネタでいけば大丈夫。うん、あとね、なんかあれなんだよね、今日間違えた、昨日のなんか写真を撮るなんか流れみたいな、写真とお願いしますみたいな流れになってたから、もう撮れます。でもくるみさんを探し求め、探さないといけない。竹本くるみさんを探さないといけない。でも頑張ります。はい、頑張ります。ケータリングが美味しかった。え、ケータリングね、バイキングみたいになっててね、もうね、豪華すぎるんだよ。やばくない？楽しみ、待ってます。待ってて、ね、今日もじゃあみんな楽しみに待っててね。ハイタッチもね、で屋台も多分行くからね。そんなアユいないから、アユないけどとかなんちゃかとかそう思わない。まあまあ、そうそう、ぜひ。じゃあくーちゃん好きなの？くーちゃんもちろんでございますよ。くるみ様様ですもん。今日はやちゃんのハイタッチ行こうかな。ぜひぜひぜひ、いつかくーちゃんとコラボ配信ができますよね。
チャットで居場所教えてない。あ、確かにここ行きますとか、ここにいますってやんないと。チャットも怒ります。じゃあではちょっと15分も経ったよね。15分経ったよね。いぶきさん、じゃあちょっと団長読みします。あ、そうそう、メールね、昨日送れなかったんだよね、夜。だから今日の朝、また今日はもう朝メールにします。で、今日は多分夜送れる。なんかね、昨日は終わった後にまたリハがあったりして、今日のそう、それで送るの難しくて、あとホテル行ってももうパターン入った瞬間、もうでもお風呂とか速攻からのパターン、お風呂速攻からのパターン。じゃあ団長読みします。13位、ミトサラ、ありがとうございます。12位、マサ、ありがとうございます。11位、ユウヤ、ありがとうございます。10位、モモカ、ありがとうございます。10位、モモカ、ありがとうございます。ごめんちゃ。9位、オトーピャン、ありがとうございます。8位、アミ、ありがとうございます。7位、エイタラ、ありがとうございます。6位、マイちゃん、ありがとうございます。5位、トンスケ、ありがとうございます。4位、アホ、ありがとうございます。3位、トマサオ、ありがとうございます。2位、コウスケ、ありがとうございます。1位、ウッチー、ありがとうございます。ありがとう、みんな。なんか思ったよりもね、あれなんだよね、最善とステージから、ステージから最善のね、あれが遠くて探すの大変だったけど、探したらジャイアントリスを送りますので、探してあれ送ってくださいね。あ、じゃない、赤ピンクフリフリしてくださいね。大好き、あやま大好き、大好き大好き。遠いんだ。そう、遠かった、遠いなって愛は感じた。じゃあバイバイ、会長で会うね。あ、会うね、待ってるよ。ハイタッチ一部だよ、ハイタッチ一部だよ。じゃあね、バイバイ、バイ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 。